皆さん、こんにちは。ただいまより、認定 NPO 法人希望の会共催セッション、胃がんにおける共同意思決定を知ろうを開催いたします。私は司会を担当いたします。認定 NPO 法人希望の会の轟です。皆様と一緒に学びたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。本日ご講演くださるのは、大阪大学医学部附属病院緩和ケアセンター佐藤太郎先生です。先生のプロフィールはジャパンキャンサーフォーラムのサイトをご覧ください。では佐藤先生、よろしくお願いいたします。轟さん、ご紹介ありがとうございます。大阪大学の佐藤太郎です。ですね、ちょっと私の顔を少し数秒しか映らないかもしれませんけど、ぜひこの一瞬でですね、記憶に留めておいていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。胃がん治療における共有意思決定、共同意思決定、シェアドディシジョンメイキングをしろということでお話しさせていただきます。私、大阪大学附属病院の緩和医療センターに属しております、佐藤太郎と言いますけれども、阪大病院に勤めたの2011年でありまして、2011年皆さん震災の年として記憶されているかもしれませんけど、実は岡本太郎の生誕100周年でもあったんですね。佐藤太郎が岡本太郎の生誕100周年に阪大病院に通い始めるのは何か象徴的なことかもしれないと思って、2011年から阪大病院に勤めて今に至っているという状況でございます。で、このようなお話をするときに、どうしても COI というのを話しなくてはいけないんですけど、今年の3月までは、寄付口座に属しておりまして、ヤクルトさんと中外さんと小野さんからたくさんの寄付をいただいている口座に属してたんですが、そこの部分が4月から軽くなったっていうのは、随分、気楽に話せるというか、忖度なく聞いていただけるのではないかなというふうに思ってます。で、ちなみにですね、右上のイラストはうちの娘が、8歳の時に描いてくれた私の似顔絵、イラストでございまして、似てると思っていただければ幸いでございます。こちらの、左のプロのイラストレーターが描いた私の似顔絵、私のイラストよりもですね、娘の方が特徴を捉えているというふうな評判でございます。皆さんがそう思っていただけることを祈っております。で、今日は、胃がん治療における共同意思決定、共有意思決定、シェアドディシジョンメイキングをしろということなんですけれども、3つに分けてお話しさせていただきたいと思います。共有意思決定とはどういうものなのか、シェアドディシジョンメイキングとはどういうものなのかというのを大まかにお話しさせていただきまして、特に胃がんで、どういう点に注意いただかなくてはいけないのかということをお話しさせていただきまして、そして、胃がん診療においてですね、特に化学療法を受ける場合に、どういうふうにこういうプロセスを踏んでいくのかっていうふうなお話をさせていただく予定になっています。3つに分けてお話しさせていただきます。で、まず、共有意思決定とは、共同意思決定とは、ということなんですけれども、ここの部分はですね、胃がん治療のガイドラインにはあまり明快な記載というのがされてないんですけれども、今年出たばかりの大腸がん治療ガイドライン、医師用2022年版というものの32ページにですね、明快に記載されておりまして、シェアドディシジョンメイキング、共有意思決定、共同意思決定というのは、医療者と患者が共同して、患者にとって、最善の医療上の決定を下すに至るコミュニケーションのプロセスで、患者参加型医療の根幹をなすということが書かれています。患者参加型医療の根幹をなすものであるということと、コミュニケーションですね。そして、従来のインフォームドコンセントより、意思決定にあたり患者が主体的に関わり、患者の価値観をより重要視するというふうに書かれておりまして、これは非常に文言を読むと、とても理想的なプロセスと感じていただけるのではないかなというふうに思います。医者が一方的にとか、なんとなく同意をいただいたっていうことではなくて、患者さんに主体的に関わっていただいて、患者の価値観をより重要視するプロセスであるというところが、大腸がんの治療ガイドラインには明快に記載されているわけであります。で、乳がんのガイドラインはですね、それよりもさらに先駆けて、このシェアドディシジョンメイキングを取り上げました。
シェアドディシジョンメイキングを実践するために、介入手段を決定する際には、治療手段を決定する際には、医師個人の判断だけでなく、ベネフィットとリスクのバランスをですね、患者さんと共有することが大切であると。益と害のバランスを患者さんと共有することが大切であるということであります。バランスするっていうので、転院というふうな形になってますけども、患者さんと一緒に治療方針を決定していくことが大切というのがですね、大腸がんより先駆けて4年前に2018年版に書かれてありまして、肺がんの診療ガイドラインにも同じように、消化器がんよりも早くですね、シェアドディシジョンメイキングというふうな、言葉が取り上げられております。で、じゃあ、胃がんでそういうことしてないのかっていうと、決してそういうことはありませんで、今回の胃がんの一次治療のファーストライン、一次治療のファーストラインって我々言うんですけども、一次治療を決めるときにですね、一次治療、一回目の治療を決めるときに、初回治療を決めるときに、胃がんに関して、ニボルマブを推奨すると、ニボルマブの併用療法、オプジーボと言った方が皆さんにわかりやすいかもしれませんけども、オプジーボを1回目の治療から使用することができるようになりました。で、その場合、癌細胞をよく調べて、PD-L1 というタンパクを染めてですね、それのスコア、それをどれぐらい染まってるのかっていうふうなのを見まして、この PD-L1 の検査が、行った時に PD-L1 がかなり染まってくるというふうな患者さんには有効性が期待できる。ただ、PD-L1 がなかなか染まってこないとか、そういった検査を行えなかった患者さんには、有効性とニボルマブ、オプジーボを併用することによる副作用増加について十分説明を行った上で、化学療法単独の選択肢も含めて、一次治療でのニボルマブ併用を検討することが望ましい。十分説明を行った上で検討することが望ましい。シェアドディシジョンメイキングに近いようなことがですね、書かれているわけであります。で、じゃあ、ただこのシェアドディシジョンメイキングというふうに非常に理想的なプロセスではあるんですけども、がん診療において実はそんなに簡単なことではありません。で、私のような胃がんの患者さん、胃がんや大腸がん、その他の固形がんですね、卵巣がんの患者さんや乳がんの患者さん、肺がんの患者さん、ありとあらゆる固形がんの患者さんが私どものもとに来るわけですけども、私が患者さんに説明、病状を説明させていただくときに、用いている図を次に示させていただきます。というのは、がんというふうに診断されたときに、患者さんがその病気に対して、病気の経過に対して、持つイメージをまず、ご理解いただく必要があると。で、多くの患者さんはですね、この癌というのが、だんだんと、時間の経過でだんだんと悪くなっていくだろうですね。直線的にっていうか、緩やかな曲線かもしれないけれども、だんだん悪くなっていくだろうというふうなイメージを持たれることが一般的であります。ところが、癌の場合は、そういうふうな経過をたどるっていうことはあまりありませんで、診断されてからもですね、治癒切除が不能だ、化学療法と一緒に長生きを目指しましょうというふうに言われるような病状であっても、しばらく元気であるんです。しばらく元気であるんですが、突然、病状が一気に悪くなる時が来ると。ご飯が食べられなくなったりとか、体重が一気に減ってきたりとか、活動性が一気に低下したりとか、痛みが強くなってきたりっていうふうになってからが、びっくりするぐらい早くて、そこから急速に死に至るというふうな経過をたどります。で、こういった癌自体の、固形癌自体の独特な流れ、心臓の疾患とか、循環器の疾患、心臓の疾患とか、脳血管の疾患とかとは、異なるような病状をたどるというふうなところをまずご理解いただく必要があると。で、その上で治らないのに治るっていうことが言える病状じゃないのに、なんで治療するんだというのが次の話になるんですけども、なんで治療するんだということで、ガイドラインに書かれている標準治療を受けれると、普通に体力は少し低下するというか、副作用のために多少は苦しむんだけれども、長生きにはつなげることができますよ。場合によっては3倍から4倍ぐらい長生きすることができますよ。というふうなお話をさせていただきます。で、
我々のような施設ですね、がんを専門としているような診療科とか、がんセンターに来ていただいたというふうな形になると、まあ、ガイドラインで書かれているような標準治療ということに、ちょっとだけプラスアルファすることができるかもしれません。まあ、プラスアルファすることが副作用が軽くて済んで、快適に過ごせるっていうことかもしれませんし、ちょっとだけ長生きにつながるっていうふうなことに期待を持っていただけるかもしれませんし、そのために我々が、努力してるということがですね、まあ、緩和をしっかり行うっていうこととか、支持療法、副作用対策をしっかり行うっていうことや、シェアドディシジョンメイキングのプロセスをしっかり踏むようにするっていうこととか、チーム医療というふうに言えるかもしれませんし、アカデミックセンター、まあ、大学とかがんセンターで行っている場合にはですね、基礎的な研究であるとか、臨床研究に参加いただいたりだとか、あるいは新薬の治験に参加していただいたり、まあ、ここの部分に最近ではがんゲノム診療というふうなものも加わってくるかもしれませんけど、まあ、そういったプラスアルファを客観的に実現するためにアカデミックセンターな病院では努力してますというふうなことをお話しさせていただきます。で、病状に関してさらに一言付け加えると、やはり癌というのは急に悪くなると、しばらく元気だけど、急に悪くなるということに対して、覚悟というか、最悪に備えていただく必要がありますよ。ただ、まあ、ここが、患者さんがここにいるのか、ここにいるのか、ここにいるのかっていうのは 90% 我々外すので、明快なことはなかなか言えないんですというふうなお話をしながらですね。でも、急に悪くなることに備えてくださいね。そして、でもそうは言っても、治療することで何倍も長生きできる、中には治ってこの曲線がずっと続くっていうことに、まあ、期待したり、夢を描いていただくっていうことはしていただいても全然構いません。まあ、すごい古い言葉になりますけども、哲学者のセネカという人が最悪に備えて最善を期待するというふうな言い方をしてます。こういったことをこれから何回も説明させていただくことになるかと思います。というふうな病状の説明をさせていただいています。で、じゃあ、まあ、こういったところで胃がんでの留意点、シェアドディシジョンメイキングを実現していくために、胃がんでどういった点に注意しなくてはいけないのかということをお話しさせていただきます。実はここの部分が非常に厳しいというか難しいお話になるかもしれません。で、この、ですね、この写真というか、このカルテの抜粋はですね、もう18年前になるんですけど、私が勤めてた前の施設でですね、婦人科から紹介された胃がんの患者さんの、カルテの一部であります。もともとこの患者さんはですね、30歳のお母さん、30歳で、お子さん産んだばかりのお母さんなんですけど、息子さん産んだ時にですね、卵巣が腫れてるっていうことが気がついて卵巣の切除を行って、卵巣癌という診断で治療を受けておられました。抗がん剤治療を半年続けてたと。そしたら、切除しなかった方の卵巣が腫れてきたので、再度卵巣を切除して、よくよく調べてみると、胃がんの卵巣転移であるということが分かった。で、そこで、まあ、化学療法に関して、抗がん剤治療に関しては、私どもの方に紹介させていただいた方がいいです、というふうなことが、患者さんとご主人に説明されているというカルテであります。ところが、まあ、ここの下の方にはですね、ご本人には、胃がんからの転移性卵巣腫瘍であって、4期に相当すると。で、今までの転移性卵巣腫瘍の予後は、2年生存率で 0% であるというふうなことがご主人には説明されているんですけども、ここのことは本人には伝えていませんというふうなカルテでありました。まあ、当時はまだ個人情報保護法が成立する前であったので、まあ、そういったことが一般的に行われたわけであります。ただ今、現在は個人情報保護法が成立してからですね、家族に伝えて患者に隠すはできなくなってますが、まあそういった状況の中で私に紹介されてきたんですけども、実はこの患者さんにはですね、ご主人と奥様の前で、この2年生存率で 0% という話はさすがに私もしなかったんですが、胃がんの4期に相当するというふうなお話はさせていただきました。なぜそういうふうにお話をしたかというと、そこの部分をしっかりご理解いただけなければ、辛い抗がん剤治療をきちんと受け続けていただくということができないと思ったからであります。ただやはり4期に相当するというふうなことを奥様、患者さんに説明させていただいたら、患者さんは
4期なんてもう終わりってことなんじゃないの？というふうに言われて泣かれましたし、ご主人はものすごい目で私を睨んで、まあ、診察室を出て行ったというふうな形で、それでもその2日後からはですね、まあ、抗がん剤治療を受けていただいたというふうなプロセスを踏ませていただきました。この患者さんのお写真を最後の方に出させていただいて、後日談もお話ししたいなというふうに思っています。まあ、インフォームドコンセントとかですね、患者さんに全ての情報を共有するっていうふうなことができてなかった時代もあったということのお話ではあるんですけども、治療決定のプロセスの種類としてですね、シェアドデシジョンメイキング、特に新しい言葉ではありません。まあ、1970年代後半から実は言われている言葉で、文献の中で取り上げられるようになったのは1990年代後半ではありますが、今現在はもうインフォームドコンセントよりもシェアドディシジョンメイキングが基本的なスタンスであろうというふうに言われております。シェアドディシジョンメイキングはパターナリズムとかインフォームドコンセントと比べて双方向性であると。医者と患者さん両方で共有する。医学的であるし、それから患者さんの個人的な事情というのもきちんと考慮に入れる。まあ、情報量が十分あって、医者と患者、有力な他者が加わりながら審議を行って、最終治療決定は患者に任せるとか、医者が決めるとかいうのではなくて、一緒に決めていくというふうなプロセスを取るというのが、シェアドディシジョンメイキングの基本的な姿勢であります。ただ、ここの部分は、実は胃がんの診療において、本当言うとっていうか、すごく難しいと言わざるを得ないということを今日はお話ししたいと思っています。というのは、実はですね、まあ、我々先ほど僕が出したスライドで、治らないっていうことを匂わせてるとか言ってるわけです。ほとんど初対面の医者に病気の悪い見通しを聞かされた上で、患者さんは冷静に希望を伝えることができるのかという問題があるわけです。で、さらにですね、胃がんの場合は治療を急ぐという場合が非常に多い。多くの場合は治療を急がなくてはいけない。無理やりでもいいから信じてください。言わざるを得ない時があって、一緒に決めていきましょうというのは理想的ではあるんですけども、インフォームドコンセントで十分として治療に進まざるを得ない場合も実は非常に多いのだというのが胃がんの疾患あるいは胃がんの治療体系でございます。で、実はというかガイドライン2021年版、まあ、こういうふうにしてみると結構治療の選択肢っていうのがあるようには見えるんですけども、でも実はですね、あまり大きな違いではないんですね。HER2 陽性の場合にはトラスツズマブ、ハーセプチンというお薬使いましょう。HER2 陰性の場合、選択肢として5つあるというふうな、書かれ方はしてるんですけど、本質的にはこれですね。5FU っていうお薬とプラチナ系の薬剤ということで、本質的には変わりがなくって、お薬の大きさとか、点滴をするのか、飲み薬なのかっていうふうな違いは確かにあるんですけども、本質的に副作用は同じようなものが出るというふうなところで、ここの部分で好みっていうふうなところっていうのは、実はあまり大きく作用しない。で、二次化学療法の選択肢、MSI-H の場合、これはほとんどありませんし、MSI-H 以外の場合には、一つしか、まあ、推奨されるものがない。まあ、条件付きで推奨されるレジュメンというのもあるにはあるんですけども、まあ、ほとんど一つの選択肢になってくる。で、三次化学療法の場合にも選択肢はあるにはあるんですけども、HER2 陽性の場合にはトラスツズマブ、デルクステカン一択である。四次化学療法は三次化学療法までの薬剤のうち、使用しなかった薬剤を適切なタイミングで切り替えて使っていく治療戦略を考慮するというふうに書かれてはいるんですが、実はこういう部分に時間をかけなくてはいけないというふうなことは、あまり多くなくって、割とスムーズに患者さんもお薬の違いとか投与法の違いというのは受け入れていただきます。治療効果ということに関しても、それほど、きちんと、シェアしながら決めていくというふうな類のものではなくて、むしろそれよりも、病状的にですね、治療を急がなくてはいけないということの方が、我々にとって多くの場合、問題となってくるわけです。つまり、ここでは HER2 陰性の場合と HER2 陽性の場合というふうに書かれてるんですけども、一次治療前にこの HER2 のけ、あの、検査を行うんですが、その結果が出る前にですね、結果が出る前にとりあえず治療を始めておかなくてはいけないという場合が
多いというのが胃がんの病状でございます。どういうことかっていうのをさらに具体的に説明させていただくんですけども、この渡河試験ですね、韓国のバン先生と我々が行ったような試験なんですが、全世界で4000名近くの胃がんの患者さんに同意をいただいて、HER2 陽性の胃がんの患者さんが810名いたんですね。ところが、実際にこの治験に登録された患者さんは584名でした。このスクリーニングの期間というか、HER2 を調べて、実際に登録いただくっていうのが2週間から3週間の間というふうに、2週間から3週間の間なんですけども、同意いただいた患者さんのうちのですね、3割が脱落してる。つまり、ほんの数週間が胃がんでは待てない場合がある。待てないので、病状が悪くなるのが早いので、とりあえず治療を始めなくてはいけないというふうな、病状があるということもご理解いただかなくてはいけないわけであります。で、実際これは私がこの渡河試験で、治療させていただいた54歳の、胃がんの患者さんです。シングルファーザーで、3人の息子さん育て上げたっていう気のいいおっちゃんだったんですけども、胃がんの肝転移とリンパ節転移がゴリゴリしてて、この黒い部分が、全部肝臓が癌で置き換わってるというふうなものであります。で、これだけの腫瘍があったので、この患者さんはですね、僕に治療する前にですね、先生、俺、もう母ちゃん死んでから息子3人きちんと育て上げたし、思い残すことないから、明日からの治療を受けなくてもいいかと思ってるんだっていうふうに言われたわけですね。ところが、この患者さん、トラスマブ使えるっていうことが分かってたのと、まだ初回の治療だったので、そんなこと言わんで頑張ってみようや、っていうふうに言って、治療に同意を、無理やり同意をいただきました。そしたら6週間後にはですね、肝転移がこういうふうに縮小して、一部切開化というふうな形で白く残ってるところもあるんですけども、ほとんど消えてしまったかと思うような、治療効果を示していただくことができまして、この患者さん無治療だったらおそらく数週間から1、2ヶ月の間にお亡くなりになってたと思うんですけども、結局5年以上ですね、薬物療法だけで生きていただくことができました。で、この試験を通じてですね、もうこの渡河試験っていうのは15年前、17年前に行われた試験で、今のような副作用対策っていうのがしっかりできてた時代ではなかったんですが、それでも強力な化学療法を行ってて、生活の質がですね、下がるんではなくて、むしろ治療を始めたら、ぐっと上がってくる。これはどういうことかっていうと、治療効果が副作用を上回って生活の質を改善するんだ、患者さんの QOL を良くするんだっていうことが明らかになったっていうふうなものであります。これも、この治験というか、国際共同研究に参加させていただいて、明らかになって非常に大切なポイント。単に長生きするということではなくて、患者さんの健康状態が良くなって長生きすることができるんだということが分かったことも非常に大切なポイントであります。で、実際生存期間が4ヶ月以上の延長があるということが分かっただけじゃなくて、その4ヶ月以上延長して長生きできる間のですね、ほとんどの期間で生活の質、QOL のスコアが低下しないまんま、ほとんどの期間で4分の3以上の期間で生活の質が下がらないで長生きすることができるんだということが明らかになってきました。で、生活を楽しみながら延命できるっていうことが明らかになったんですけども、その一方で、また他の国際共同治験の中で分かったことはですね、実は CT で悪くなったっていうことが分かったその1ヶ月後にはですね、患者さんの全身状態っていうのがかなり悪くなってしまうと。PS0、1、2、3、4と5段階ある健康状態の段階が1段階悪くなるのに1ヶ月かかるかかからないかで胃がんの患者さんっていうのは悪くなってしまうということで、うかうかしてられない、治療決定を急がなくてはいけない病状であるということも我々治療をさせていただいている中で、あるいは他の先生たちとそういった情報を共有することで明らかになってきました。その中で、我々はこの胃がんの治療を決定していく上ですね、もちろん、毒性とか、投与方法とか、患者さんの年齢、全身状態、どういうふうな生き方をしたいのかっていうふうなことは気に留めながら、ぜひ、そういった要素も取り入れて、治療方針を決定していきたいっていうふうに考えてはいるんですけども、胃がんの治療決定には実は、
時間をかけられない場合がしばしばある。特に、まあ、スキルス胃がんのようなですね、症状が強い場合にはですね、なかなか時間をかけられないで、とりあえず治療を始めなくてはいけないという場面もしばしばあるということもご理解いただきたいなというふうに思います。じゃあ、そういう中でどういうふうに共同意思決定していくのか、共有意思決定していくのかという話を、お話しさせていただきたいと思います。ちなみにこれは、私が2012年のアメリカのがん治療の学会でですね、フロアに立って質問に立っているところを学会のカメラマンが撮ってくれて、その翌年の広報誌に載せてくれたっていう非常に由緒正しい写真で、まあ、これ Facebook に私、上げたんですけども、残念ながら、10年ぐらい経ってもまだいいねがですね、10個ようやっと超えたか超えないかで、まあ、本人の評価はとても高いんだけど、世間の評価は決して高くないという痛い写真でございます。それはともかくとして、じゃあ、難しい胃がんの中でどういうふうに共有意思決定、共同意思決定していくのかというのを最後に話したいと思います。で、まあ、この胃がんですね、劇的な効果を得たというふうな患者さんなんですけど、思い返してみると、やっぱり症状が強くて死ぬかもしれない、死んでも構わないという覚悟があったからこそ、逆に難しい治療というか、新しい治療、強い治療というのも受け入れてもらえたのかもしれないな、思うところもあったり、胃がんにおける共有意思決定にはですね、実は病状が厳しいんだということを受け入れてもらう覚悟というか、受け入れていただくプロセスがありまして、ここの部分は実は我々医療者にとっても決して簡単なことではありませんし、なおさら本人当事者である患者さんにとってはですね、厳しい病状だということを受け入れながら前向きに治療をするというふうに、じゃあどうやって思えるんだ、どういうふうに納得しながら治療していくんだというふうに言えるところがあるわけです。まあ、本当にここは難しいと思ってます。で、ただ、まあ、そういうところをサポートするために我々が考えているのが、例えば緩和の導入の仕方もどうであるのか。WHO が提唱しているのは、がん治療、がんと診断された時からの緩和ということで、これはこれで正しいんですけども、やはり私のような、我々のような胃がんが進行した状態で見つかってくる場合には、症状を和らげてあげる、うまく痛み止めや麻薬を使うというふうな形で信頼を得ながら、治療を始めるというふうな要素もございます。で、実際、ここの部分ですね、緩和の先生たちは、初めに緩和ありっていうことをよく言われるわけであります。まあ、どこから来てるのかっていうと、新約聖書のヨハネによる福音書の一章の一節に、初めに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神であったっていうふうなのがあるんですが、まあ、初めに何々ありっていうふうなところで、この福音書が思い浮かんでくるわけですけど、これ僕は実は、自分の親戚というかですね、おばさんがスキルス胃がんだったんですね。50代でお亡くなりになったんですけど、そのおばさんに、僕は中学生の頃よく教会に連れて行かれて、まあ、高校のところを聞かされたわけです。何のことだかわからんっていうふうに正直思ってたんですが、ここの部分をがん診療と考えると、初めに緩和があって、緩和はがん治療とともにあって、緩和自体もがん治療であったというふうになると、しっくりくるのかなというふうなことをですね、30年経って思い出すわけであります。まあ、そのおばさんは私が医者になって4年目に残念ながら、腹水溜まってきて、治療選択はされずに、抗がん剤治療はされずにお亡くなりにはなったんですけれども、まあ、そのおばさんに教えていただいて、こういったところも、なんというか気づきがあるのかなというふうにも思ったりもしております。16日の夜、家族の見守る中、ありがとうって言って亡くなりました。全力で戦い尽くした後の安らかな気持ちで旅立ったと思います。病気を克服することを夢見て、最後の最後まで前向きに生きることを諦めない主人に寄り添ってくださり、ありがとうございましたというお手紙をいただいた患者さんなんです。この患者さん、実はですね、私3ヶ月しか関わらせていただいておりません。北次部の治験を希望されて来られて、その時にプラセボに当たるかもしれないし、何もしないっていうことが医学的には適切かもしれません、積極的に治療しないっていうのがもしかしたら医学的に適切かもしれませんというふうな説明を受けながら治験に協力いただいて、でもオプジーボに当たったんですけども、ほとんど効かなくって、お亡くなりになったというふうな患者さんであります。ただお亡くなりになった後にですね、奥様からこのようなお手紙をいただいて、この時に思うのはですね、
どういうことかっていうと、まあ治らない話をしたからといって、まあ絶望させたいというわけで言ったわけじゃないということもきちんと伝わっててくれたのかなというふうなところとですね。それから、まあご本人は最後まで治療を諦めたくないっていうところで、緩和ケアの病棟に転倒することをですね、実は頑なに拒否されてたんですけども、ご家族から先生が言ってやってください。先生が言ってくれれば、お父さんも緩和ケア病棟に入ることを納得してくれるんじゃないかと思います。というふうに言っていただきまして、まあ、緩和ケア病棟への検討をですね、説得させていただいたというか説明させていただいた上で、まあ、お亡くなりになったっていうふうな患者さんなんですね。で、まあ、最後にまたこのスライドを出すんですけども、実は、まあ、胃がんにおけるシェアドディシジョンメイキング、理想ではあるんで、理想的なことではあるんですけども、正直、かなり難しいと僕は思ってます。どうしてかというとですね、治る可能性が低いっていうことを伝えながらですね、でも患者さんの本音としては治りたい、治してほしい。もっと言うと、治らなくては意味がないとまで考える患者さんもいます。そういった価値観に寄り添ってもらって、だと思えるような医療を提供するというか、そういうプロセスをたどるっていうのはなかなか簡単なことではなくて、特に初期治療の段階でこれを実現するっていうのはかなり難しいことだろうというふうに思ってます。まあ、むしろ、まあ、こういう長い経過の中でですね、治療がうまくいってしばらく長く生きれたっていうふうな長い経過の中で、胃がんっていう病気を生きていただいている中で、まあ、良い人生を送れた、納得いただけるプロセスを踏めたかというふうな、最終的な満足をいただけるかというふうになってくるんですけども、それでもやっぱり病状的にはですね、急に悪くなるかもしれないということとか、まあ、死ぬことっていうことを意識しなくてはいけないということで、患者さんの方にもですね、覚悟や痛みが要求されるプロセスなんじゃないかなというふうに思っています。まあ、最後のスライドになりますけれども、シェアドディシジョンメイキング共有意思決定というのは、医療者と患者が共同して患者にとって最善の医療上の決定を下すに至るコミュニケーションのプロセスで患者参加型の医療の根幹をなすというふうにされてはいるんですけども、胃がんという病気を生きていただく中で医療者と患者が築き上げていくものの上に成り立つ繰り返しのコミュニケーションが基本になるのではないかなというふうに思っています。で、そうは言っても胃がんの抗がん剤治療では点ではなくて線で考えていただきたい、経過の中で考えていただきたいなと思うのと、話していながらやっぱり簡単なプロセスではないなというふうに思っているわけでございます。皆さんに、ま、医療者というか胃がん診療に携わっている人間の気持ちとして伝わっていただくことを祈っております。ご清聴ありがとうございましたという前に、最後に、スライド、一番最初に出した患者さんの写真出させていただきます。まあ、この患者さんですね、結局、2年生存率 0% と2年以上生きていただくことができました。で、私を診察、最初の診察の時にはものすごい強い目で睨んでいたご主人ですね、お二人とも保育士という微笑ましいカップルなんですけども、最終的にお亡くなりになれる時にですね、お腹に水が溜まってきて、まあ、これ以上抗がん剤治療を継続するのは難しいかもしれないっていうお話をした時に、やっぱりお二人また泣いて帰っていかれたんですけども、その翌日にまた病院に来られまして、淀川キリスト教病院のホスピス紹介してくださいというふうに言われました。まあ、ホスピス紹介してくださいと言われたときにですね、患者さんから言われたのが、先生のおかげで2年間普通に子育てすることができました。本当に感謝してます。というふうに言われて、その時は涙をこらえるのに本当に苦労しました。どうもご清聴ありがとうございました。先生どうもありがとうございました。はい。私、どうしても今年の、セッションには、この共有意思決定、共同意思決定、これをどうしても、取り上げたかったんですね。ただ、私の発端は、やはり胃がん治療が進んできて、そして、ファーストライン、セカンドライン、サードラインと、様々な治療法が、増えてきた中で、やはり、思い通りに患者が願っ
ている通りに家庭が進んでいるときには多分悩まない。だけれども、悪い自分が願ってない家庭になったときに、やはりどうしても人は、もしこのことが違う選択肢だったら、結果が違ってたんじゃないかっていうふうに、思うことが増えてきたんですね。で、また、患者中心の医療っていうことが言われる中で、中には、やはり、患者さんに、治療を決めてきてくださいっていうような医療者がいることも、残念ながら事実です。で、先生のお話にあったように、やはり、ある日突然、癌を告げられて、そして、胃がんの場合には、やはり、手術が不適用と言われた時には、大変、厳しい状況がある日突然自分の目の前に現れるという状況の中で、やはりそれを冷静に受け止めるっていうのは難しいことなんですね。で、私自身も、だからこそ、正解を与えてくれる人はどこにいるのかっていうことを探しちゃったんですよ。ですから、やはりそこで、私たちがすべきことは、医療者に、自分の価値観とか、例えば今すごくうろたえているとか、例えば先ほどのお話に出てきたような、お子さんが小さいから、少しでもそばにいたいと思ってるのに、どうしてこんなことになっちゃったんだろうっていうことを、なかなか医療者に話をしない。そうすると、そこがすれ違ってしまってるんじゃないかっていうことがあったので、今回、ぜひ佐藤先生にこのお話をしていただきたいなと思ってました。で、その中で特に胃がんに、特化して、胃がんだからこそっていうところもお話ししていただいて、もう私、すごく、自分の、肝煎りでやったことですけれども、すごくいいセッションができたと思います。で、私から質問したいことなんですけれども、例えば、そのように初回治療を、進めるときにもすごく急ぐ状況ですよね。でも、どうしても医療者を前にすると、患者ってそれを受け止めなきゃいけないんじゃないかって思うことがあるんですよ。で、もちろん先生のお話の中で、患者にも受け止める覚悟が必要だっていうことも今お話ししてくださったと思いますけど、やっぱりすごく孤独です。そうしたときに、やっぱり最初に、それは受け入れがたいとか、とっても悲しいとか、そういうことを先生にまず伝えていいっていうふうに先生は思ってらっしゃいますか？なるほどね。その辛さ、自分の辛さとか、辛い気持ちっていうのを伝えていいのかっていうことですね。そうです。泣き笑いなんですよね。僕はね、患者さんが泣いてくれると、多分この患者さん治療成功するなと思うんです。なるほど。要するにね、泣けるっていうのは、まだ感情が疲弊してないっていう証拠なんです。だから、例えば、今回出した、最後に写真出したお母さんも、涙最初流されたんですよね。でも涙流して、でも涙流したことでまた、少し落ち着いて、治療に取り組めるっていうふうなところがあるので、だから僕は、患者さんが泣いていただけると、僕の前で泣いていただけると、多分、この患者さんの治療を経過で、きっといい方向に行くだろうな、っていうふうに思えるんですよ。なんで、患者さんにも、いや、泣くのってすごくいいことなんですよ、って、笑いと同じぐらいに、免疫力高めるっていうふうな、それは本当に、サイエンティフィックにどうかっていう問題あるんですよね。免疫細胞が活性化するっていうことも言われてるんで、泣けるっていうのはすごくいいことです。まあ、そういった、感情や気持ちを表していただけるっていうのは、
それだけ僕を信頼してくれてるっていうことなので、いいことだと思いますよ、というふうにお伝えしてるんですね。なので、トロキさんの答えは、トロキさんに対する答えはもちろんイエスで、そういった辛い気持ちを表出できるっていうのはすごく大切なことで、でも実はそれもやっぱり難しいことなんですよね。うん、うん。そうですよね。そしてそのご家族は先生のことを睨みつけたわけじゃないですか。うん、だから怒りっていうのをそこで出せたっていうのも、うん、私はまあ自分の経験を申し上げたりですけど、うん、出せなかったですね。うん、医療者を前にして、もう自分の家族がこのような状況になった時に、治してくれる人はこの人なんだから、うん、だから治して、まず治療に入らなきゃいけない時に、なんかそういう感情を出すことによって、これが遅れちゃダメなんだみたいなことで蓋をしたことが、私を後から、そらしてしまった違う道に。だけど、多分先生はそこで泣かれたり、怒ったりしても、だからといって治療を変えるとかっていうことじゃなくって、やっぱり治療の必要を、うん、話していくと思うんですね。つまりそこで対話が生まれるっていうような感じを思ってらっしゃるっていう理解でよろしいでしょうか。そうですね。はい。まあでも、トロイさんに言われるように、その感情、どういう感情を持ってるのかっていうのを表現するのも、患者さんにとってはめちゃくちゃ難しいことです。難しいです。うん。ましては日本人は泣いてはいけないみたいな、ね。うん。男は泣いちゃいかんみたいな。は、う、い、ん。文化の中で来てて、やっぱり、泣いたところ、泣いてしまってごめんなさいって言われる患者さんがすごく多いんですね。患者さんご家族。うん。うん、でも、やはり、意思決定っていうか、シェアードできてるっていうふうなところは、そういった、感情を豊かに表現できるのかっていうのは、すごく大切なポイントで、最初はやっぱりでも、怒りっていうふうな形でもあっても、まあ、そこが表現できると、またそれはそれで、患者さんも楽になるんですね。ただ、その怒りを受け止めるには、医者にも年季が必要なんです。自信と年金が必要なんですよ。これは、やっぱりかなり、こういう話をしながらですね、しながらも、多くの、患者さんやご家族に、その医者の前で、なんていうのか、怒りを表していいというは言いづらいというか、やっぱり、なんていうのか、その後に訴訟とか抱えちゃうんじゃないかとかっていうふうな余計な心配をしなくてはいけない時代でもあるので、なかなかですね、そういった感情を表しにくいというのも、事実だろうなとは思います。うん、ただ自分の気持ちに蓋をしたら結局は受け止めるってことは難しいと思うので、うん、やはり、私ここですごく大事なことは、患者と家族は当事者ですよね。でも医療者っていうのはプロフェッショナルなわけじゃないですか。だから、例えば治療の意味が、医療者の場合は、より長く生存期間をとか、再発しないようにってところを目指す。だけれども、患者の場合には人生と生活の中で、例えばその人の年齢とか状況によって、副作用がどんなにきつくてもいいから、やはりこの時までは生きていたいという価値観を持っているとか、もしくは、やはり先ほどお話にもありましたけれども、生活の質、がすごく大事。例えば、痺れるような副作用だと自分の、お仕事とかにも差し障りがあるから、それは嫌だとか、そういうようなことを話すってことすら、やはりためらっちゃうんですね。治療だから副作用があるのは当たり前だから、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ、みたいに周りから言われてしまうこともある。だけど、先生がやはり、緩和、早期からの緩和って言われてますけど、まさに体現してらっしゃるんだと思うんですけど、がん治療、いわゆる、腫瘍内科としての治療をしながら、そういう、人生のサポートもしてらっしゃる。つまり、治すってことは、生きる日々を支えることなんだっていうことを体現してらっしゃるように、
思ったんですけれども、やっぱりあれですか、先生はその緩和、今緩和の方にも進まれてるっていうのは、それを思って体験してるっていうような。いや、まあ、それは、緩和ケアセンターにいるのはたまたまなんですよ。うん、でも、まあ、なんていうのか、そうですね、初めに緩和ありっていうか、がん診療の初めに緩和ありっていうのは、これは間違いないことだと思うんです。うん、間違いないことだと思うんです。うん、ただ、問題はその緩和っていうのが、本当に死ぬまでの、医療だっていうふうな誤解を、その患者さんやご家族がしてるっていうところに、大きな問題というか、誤解があるし、ここの部分は、ほぐしていかなくてはいけないところではあるんですよね。で、それから、うん、まあ、なんていうのか、また、腫瘍内科医の立場からすると、まあ、化学療法自体が究極の緩和であるっていうふうな考えもあって、はい、要するに、効いて小さくなってくれれば楽になるんだよっていうところもあるんですね。で、今は、その昔のように、走行率、癌が小さくなる確率 20% とかじゃなくて、オプジーボ併用すると 60% とか 70% っていうふうになってくるわけですね。そうすると、とりあえず治療を受けていただくだけでも随分症状楽になって、楽観的な見通しとか前向きな気持ちになれるからな、なんとか、副作用だからあるからやりたくないとか言うんじゃなくって、早く、治療したいっていうふうに思っていただけないかなと思いながら接してるところもありますよね。はい。なるほど。なんかもう先生と話してるとこれもう尽きなくなっちゃう。はい。なんですけど、ま、そろそろね、お時間も来て、まあ、まだ本当に話、もっと深いことだと思います。もうこれまた連続していろいろ発信していきたいなと思ってますけれども、はい、今日これにご参加してくださっている方に最後に先生から一言お伝えしていただいてもよろしいでしょうか。そうですね。一番最後のスライドで出したところもあるんですけども、点じゃなくてポイント、ポイントっていうのはやっぱりすごいかなり厳しいところもあると思うんですよね。要するに、もう本当に最初に、治らないとか、ステージ4だとか、再発したっていうふうに言われてっていうふうなところも、すごく辛いところになってくると思うし、あるいは、効いてたと思ってた治療が、効かなくなってきたっていうふうなところとか、そういったポイント、ポイント、っていう、どうしても辛いポイント、ポイントっていうのは、どうしても存在してくるというかあると思うんですね。ただ、まあ、そのポイントで傷ついたりとかっていうふうなところだけじゃなくて、やっぱり長い流れで見ていただけるような、ちょっとしたゆとりっていうか、前向きな気持ちっていうか、楽観的な視点っていうのも、ぜひ失わないでいただきたいなというふうには思いますね。はい。我々、本当に、単に長生きさせるっていうふうなことだけじゃなくて、昔は本当に長生きさせることが全てだったっていうか、もちろん3ヶ月をなんとか6ヶ月にするとか、6ヶ月を9ヶ月にするっていうふうなところじゃなくて、本当に年以上の単位でですね、患者さんに長生き提供できるようになってきて、自分らしい生き方、充実した生き方っていうのができるようになってきてるので、そこの部分に、なんとか満足を見出していただきたいなと思いながら、やってますので、ポイントポイントで傷つくところはたくさんあるとは思うんですけども、ぜひ、自分の受けてきた治療とか、それに取り組んでくれてる、医療者を信じて、治療に当たっていただきたいなと思ってます。ありがとうございます。本当に、いい、内容がお届けできて、皆さんがね、主治医の先生ともっとお話ししようと思ってくださるような内容だったらよかったなって、そのように思ってくださったんじゃないかなっていうふうに私は思います。で、私がよく患者さんにお話しするのは、やはり医療者は、例えば検査の結果とか画像とか、そういうところから、まあ、最適の治療を選んでいくっていうことをしているけれど、うん、そこにもっともっと情報が加わると、より、うん、じゃあこっちの方がいいかなっていう的確な判断につながっていく。それに、必要なのは何を
患者は思っているのか、うん、何を大事にしているのか、うん、何が嫌なのか、うん、なぜそう思うのか、そのことを話すことによって、それで、一緒に、治療を考えていったときに、やはり厳しい状況の前でも、一人じゃないって思えるんじゃないかな、っていうふうによくお話ししてるんですけど、今日の、セッション、まさにそれを、お伝えできる内容になったんじゃないかなと。はい、ありがとうございます。違ってたんですけど、思いました。はい、先生、本当にありがとうございます。いえいえ。ナラティブっていうか自分の物語を話すということができると、随分、はい、医療者を信頼しやすくなると思うので、ぜひ、泣いてみたりとかですね、怒ってみたりして、医療者と向き合うというふうなことができると、よりいいかもしれませんね。そうですね。本当にありがとうございました。はい、では、本セッション、ここで終了といたします。先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。